23ストラディック、まあ、3000番と5000番ですね。とても滑らかな新ストラディック3000番、ストラディック5000番です。正直なんかものすごく何かがなぶちゃん、はい、皆さんこんにちは、ゴーゴーゴーフィッシングのナブです。今回は23ストラディックについてです。シドニーのこの釣り具屋さんで今3000番と5000番を出してもらいました。ちょっと中を開けて触らせてもらいます。もちろんどちらか今日買おうと思っています。今日はですね、特別ちょっとお願いしてこの釣り具屋さんのお店の後ろ側の控え室にちょっと入らせてもらって撮影をさせてもらっています。23ストラディックを買いにシドニーのコースタルフィッシングショップというところに来ています。早速入っていきます。こんにちは。はい、こ釣り具屋さんですね。入ります、ストラディックあるでしょうか。ここにありますね。はい、本日入荷しました。は、本日入荷しました。はい、じゃあちょっとストラディックのことを聞いてみたいと思います。新しいストラディック買いたいと思ってるんですけど、ちょっと3000番と5000番を見せてもらっていいですか。はい、楽しみですね、触るのが。はい、はい、ありがとうございます。あのちょっと奥でですね、これを開いて見ながらちょっとカメラで説明してもいいです、はい、いいですかね。はい、全然大丈夫です。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、はい、これが3000番ですね。いいですね。銀色、シルバー、シルバーベースで、まあ、かっこいいですね。で、これを、つけます。ちょっと私、左巻きなんで、ちょっと逆なんですけど、まあ、とりあえず、とても、滑らかな、巻き心地ですね。いいですね。おそらく今回は3000番を買おうかなと思っているんですけど、ちょっと5000番も開けて触らせてもらいます。はい、5000番ですね。同じリールなんで巻き心地は当然一緒だと思うんですけど、これは5000番の C5000 番 XG ですね。もちろん重量は少しあります。まあ、巻き心地はやっぱり XG なのか、ちょっと、いや、重いような気もちょっとしますけど、まあ、すごくいいですね。この5000番もちょっと欲しくなってしまいますね。これ、まあ、3000番と5000番ですね。まあ、5000番になると、ここはやっぱり違いますね。これ3000番です。スペックについてですが、シマノさんのホームページを見ればほとんどわかることですし、最近は性能がすごく良くなっていますので、あえて一つ一つ深掘りはしていきませんが、私なりにわかりやすいように、1番耐久性、2番防水塩紙、3番巻き心地、4番快適性ストレスレスという4つに分けて簡単に説明していきたいと思います。はい、まずは耐久性、鋼ギア、ギアがすごくよく作られています。そして鋼ボディ、リールフットを含むボディ本体がしっかりと強く作られています。そしてインフィニティクロス、そしてドラグも強化かつ滑らかにということで、デュラクロスというものが使われているそうです。防水塩紙に関してですが、 X プロテクト、防水機能が向上していて、ベアリングも向上しているそうです。そして巻き心地、マイクロモジュールギア2、そして X シップ、
インフィニティドライブ、サイレントドライブ、いろんな機能が総合的に聞き心地の良さを演出しているそうです。で、快適さ、トラブルレスに関してですが、これはちょっと実調で味わってみたいと思いますけども、糸付けなどによるトラブルが軽減されるアンチツイストフィンというのがついてます。で、 G フリーボディ、 ARC スプール、ロングストロークスプール、スプールも高性能になっています。そしてワンピースベール、例えば低価格帯のナスキーではワンピースベールじゃないのでという話もよく出ていましたけれども、ストラディックはしっかりとワンピースベールになっています。というふうに4つに分けましたけれども、それぞれの機能が複合的に巻き心地、耐久性、快適さを作り出しているということです。上級機種に採用されている性能もたくさん搭載していて、この価格、日本だと番手によって違いますが、2万円から2万5、6千円買えるというコスパがかなり良いディールだと思います。はい、ということで、私は今回3000番 C3000HG を買いたいと思います。5000番も欲しいんですけども、5000番買わない理由、3000番を買う理由としては、5000番台、6000番台いっぱい持ってますんで、今回は3000番台で少しライトからスーパーライトショアジギング向けのリールとしてこのストラディックを買いたいと思います。ということで、これを使うのが楽しみですね。またちょっと一回投げてみて、またそれも撮影して動画にしたいと思います。はい、新しく買ったニューストラディック3000番ですね。今日初めて投げたいと思います。 30g のぶっ飛びスプーン投げます。これは 5G1002MLSJ ですね。 PE1.25 リーダー30ポイント、これでやります。とても滑らか、そしてガタつき感もないですね。すごくいいと思います。ただ巻き、とても滑らかです。巻きやすいです。この糸ふけがライントラブルが少ないっていう仕組みらしいですけど、ちょっとぶっ飛びスプーンでボトムちょんちょん、こっちは結構浅いんで、とても巻き心地はいいですし、使いやすいです。正直なんかものすごく何かがものすごくいいというわけではないんですけど、全体的に何の文句もない、ストレスがないリールな感じがしますね。すごくいいんじゃないでしょうか。すごいやっぱり弱い感じがしないですね。まあ価格帯が違うんで当然なんですけど、ナスキーと比べて強度的にやっぱりなんか全然違う感じがします。ナスキーの C5000 番持ってますけど、まあ、あれでも十分楽しめるんですけど、まあ、それと比較すれば当たり前なんですけど、まあ、すごく安定感がある感じですかね。すごいストレスなく安定した感じがします。おお、ドーグサイズ。はい、じゃあ今度はですね、釣り友であり YouTuber の釣り吉ダウンアンダーさんに
ストラディック5000番ですね。これをちょっと2、3頭お借りして投げてみたいと思います。そして今釣り吉ダウンアンダーさん、大きいヒラマサですね、青物あげたので、その動画はまたそっちを見てください。こんにちは、釣り吉ダウンアンダーさんですね。どうも釣り吉です。あの概要欄に、釣り吉ダウンアンダーさんの貼っときますんで、ぜひそっちも5000番で青物釣った動画になりますんで、そっちも見てくださいということで、ちょっとお借りして投げてみます。じゃあお借りしますね。はい、とりあえずですね、とリールの巻きが逆なのでちょっと右巻きになりますけど、まあ、昔右巻きだったんで大丈夫ですね。まあ、5000番もやっぱりすごく安定してますね。しっかりしてます。まあ、巻き心地がいいっていうのももちろんなんですけど、まあ、安定感があります。ちょっと本当は魚を釣ってみないと分かんないですけどね。なのでぜひちょっと釣り吉ダウンアンダーさんが青物とこれで戦って、さっきドラグもいい感じで出てたみたいなんで、ぜひそっちもご覧になってください。まあ、私もこれ今青物釣れれば一番いいんですけどね。さすがにこの一頭じゃ釣れませんでしたけど、はい、ということで5000番もすごくいい感じですね。すごく安定感があると思います。ちょっと私も5000番も欲しくなってしまいましたね。ありがとうございました。じゃあナブちゃん、はい、ということで今日初めてストラディック3000番投げてみました。ちょっと残念ながら何も釣れませんでしたけど、また投げて実調編は別の動画でやりたいと思います。すごく文句のつけどころがないようなリールだと思います。まあ、ちょっとこれ投げ続けたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。